ハンザ・ブランデンブルク CC。ハンザ・ブランデンブルク CC は、ドイツ帝国のハンザ・ブランデンブルクが開発した、単発服用短座の戦闘飛行艇。第一次世界大戦中の1916年に、初飛行。設計主務者は、エルンスト・ハインケル。CC とは、ハンザ・ブランデンブルクの出資者であるカミリオ・カスティリオーニのイニシャルから取られている。本機は、 第一次世界大戦中に活躍した戦闘飛行艇の一つで、本国ドイツよりも、オーストリア・ハンガリー帝国海軍航空隊での活躍で有名である。機体塗装は、クリアドープのみのナチュラルフィニッシュが基本で、一部艇体仮面をライトグレーに塗装したものがあるくらいである。また、翼間支柱は、正常支柱と呼ばれる独特の形状だったが、 後年通常の形に改良されている。生産は、ハンザブランデンブルク社だけでなく、オーストリアのフェニックス社も、参加、140機前後が生産されている。また、エンジンが、ベンツ直列、アウストロダイムラー直列、ヒエロ直列のもの、機銃が、LMG08、15シュパンダウンのものと、シュワルツローゼ M07 のものなど、いくつかのバリエーションが、生じている。 オーストリア・ハンガリーでは、アドリア海沿岸の作戦に投入され、イタリア機に対しその有則性で対抗したと言われている。なお、当機はオーストリア海軍航空隊のエース、ゴットフリート・フォンバンフィールド隊の蒸気としても知られている。ありがとうございます。